人の持つ夢の力とは、自らが想像するよりもはるかに強い力とされている。でも当の本人はそれを認知できないし、存在を否定しがちだ。あらゆる人は神となれるが、そのためには自らの認知できる領域を広げる必要がある。大衆の抱える信念体系を退け、進化へと至る。それが現代の人の目的じゃないだろうか。あんたが俺を呼んだんだろ。何のことかってこれを買ってるじゃないか。大半の人間は手に取ることのないこれをよく見つけたものだ。紅葉、俺はテルナリ紅葉だ。平たく言えば超能力を扱う変人だよ。あんたのことはまあ大体わかってるから紹介はいいよ。さあこっちだ。にしてもスピリチュアルファクターを習いたいってのは結構珍しいっていうか、あんたはいいもの好きだ。人の社会の信念体系は大きく変わってきている。こういった人の認知しがたい未知の力に興味を抱いてくれるもの好きが増えるのは俺としては喜ばしいことだよ。でスピリチュアルファクターのことはどこまで知ってる？え？ほとんど知らない。まあそうだよな。だいたいそんなもんだろうとは思ってたが。OK、わかった。じゃあ今日はそのあたりの部分も含めて話そうか。この辺りでいいか。ん？こんな人混みの中で教えるのかって。安心しろ、全く問題ない。少し上に上がるか。このくらいか。ああ、驚いたかな。これはまああれだ、結界ってやつだ。俺たちからは周りが見えても、周りからは俺たちの姿は見えないし、干渉もできない。トレーニングのために作り出したシャボン玉の空間だ。移動の手間も省けるし、一般的な信念体系から切り離された空間だから、こういうことを学ぶ空間としては効率もいい。環境も整ったところで早速始めたいところだが、その前にスピリチュアルファクターとは何なのかってところから始めよう。よくあるフィクションの話で展開される特殊な能力があるだろう。さっき言った超能力、ファンタジーではおなじみの魔法、少年漫画とかの登場人物が扱う得意な技術。これはただの幻想ではない。極まればこの現実世界でも可能な力だ。俺を含めたその手の界隈ではその総称をスピリチュアルファクターと呼んでいる。スピリチュアルファクターは人が誰しも持っている精神的な力や特殊能力などを指す総称だ。むちゃくちゃ平たく言うと超能力を起こすための因子だな。これは
体系化された特殊技法として存在しているが、その本質は人の持つ本来の能力の解放と育成だ。ほとんどの人間が自覚していない人本来の高度な機能や能力を自覚、認識させ、それを意図的に訓練し、超能力の開花を促すメソッドというわけだ。いろいろな面で覚えておいて損はない。あんたは何か心にひらめくことがあって、こうして俺にコンタクトを取ってきたわけだが、この技法は実に奥が深い。まずは基本となる内容から学んでいき、どんどんとやれることを増やしていくのがおすすめだ。回りくどく聞こえるかもしれないが、結局はこれが一番の近道。それにどの技法の稽古も興味深く、面白い内容にしていくよう俺は尽力していく。身構えずにリラックスしてやるといい。